員全員の発議による場合、または各派代表者会等で全会一致の決定による発議をされる場合を除き、本日の正午までに提出する必要があります。よって、本委員会不議事件、軍使用土地、基地郊外、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る米軍北部訓練場、ヘリパッド建設に関する意見書を議題に追加することについて、休憩中に ご協議をいただきたいと願います。意見の一致を見たときは日程を変更して本件を議題に追加し直ちに諮ることとしたいと思います。休憩いたします。議題について、まず協議をお願いします。今申し上げましたとおりですね、休憩いたします。米軍北部訓練場へのヘリパッド建設に関する意見書を提出したいと、それを議題に追加することについていかがでしょうかということなんですが、どうですか。はい、委員長、はい、今は北部訓練場の関係する意見書の提出の問題、はい、提出を議題として審査するかどうかをまず図りたいと。でその際は文その意見書の文案等についての提出はどういう手続きになります。手続きといいましょうか。議題に追加してから、議題にしてから、議題に追加してから、議題に追加して審査をこう整いましたら文がこう出てきて文案をこう見てそれに審査を進めていくということになります。例えば今委員長の案がここに示されているけれども、はい、これ以外にこのテーマに関するものを出そうとしたらどういう手続きが必要になります。その場合まだ事務局出てるっていうことはないわけでしょ。はい、まだ出てるということなんです。まだ出てるって話じゃないわけです。すみません、今から審議しようと思って、うん、そしてじゃあその議題に挙げた上で文案をどうするかというのはその後の話。そう、後の話。そういうことでいいんだな。そういうことになりますね。いかがでしょう。これを議題にするかどうかという話。はい、はい、まず議題にして審査対象にするかどうかですよね。これをやった方がいいの？やらない方がいいの？何が問題なの？問題なの？何かあるの？だからいや何かあるのじゃない。だから決定された日程には、日程には意見書について議題になってない。追加議題ということでしょ？するかどうか。いやだからこれをだから追加議題として挙げるというこの理由意味がよく議題にした中身です、うん、そのお互いが7月12日の日程についての審査を行った場合には議題として出てないんですよね、うん、それで今日は知事公室関係の陳情処理がこう12日で決定された日程なんですよ。それで今日は委員長としては皆さんにこのヘリパッド建設に関する問題でぜひ議題に載せていただいてそこで審査をしていただきたいということで今日皆さんに議題に追加していいのかどうかをご審議いただきたいなということなんですよね。まずは委員長がそう思ってるんですか。はい、委員長が提案するって話ですか。何のためにそれやるんですか。理由ですか、はい、理由は今非常に現場でも差し掛かっている問題ですしこの米軍基地関係特別委員会でですね、審査をしてしかるべき値の事案かなということで、まずは皆さんにご提案を申し上げたんです。でこれはあれですか、今は反対する側が、うん、違法行為とかそういうふうなものがあったりとかして県が文書でそれを是正するように通知してますよね。そういうものに対する問題提起ですか。どっちですか。えー、
追加するかどうかだけ議論するべきさ、中身は後で、そうそう、中身はからんで、これ、日程のするかどうかって、あんた、こんな、委員から説明もらいたいと言ってるわけでさ、ね、委員長はそこを吹けて、あの議題に載せたいということの説明しないと、意味わからないと思う。失礼します。あの今あ、委員の方から、はい、数名の方から取り扱いしてほしいということで、委員長を受けまして、委員長の、まあ、案としてあの皆さんに叩き出いと言いましょうか、そういったこういうことではどうかという、ね、持ちかけであるのあります。いやだからそういうことであれば、どういうふうな事態が起こって、どういうふうなあの問題、まあ、解決というか、そのためにどうするかというのは、事前にあの話し合った上で、議題に載せるか載せんかという話をするべきだってね、これ一方的に自分たちがこうこうしてるから、この議題に載せてやりましょうなんて言ったら、我々からすると、何の意味もわからんからさ、いや、別に議題に載せなくていいんじゃないのって話にしかならないでしょ。はい、あの与党の荒垣清涼さんほか何名かから、是決してもらいたいと委員長の方に出して、委員長の方向、文案を含めて皆さんにも水面下で、調整を図ってきたということ、経緯を聞いてるんですが、それを水面下の問題で改めて、議事日程追加してもらいたいということを委員長は図ってる、それから含めて議論を出発していいんじゃないですか、それは。それなら通常のあり方、はい、ですからね、私の提案の仕方、通常のあり方でやれって委員長に言いましたよ。そうです、うん、これね、文案作ってこれ乗っけるという、これはダメだよと、事前にね、そうそう、この問題があって与党も含めて野党も、うん、睡眠がそういう話をして、それで合意できるんだったらいいけど、今、うん、委員長何も言ってませんよ。我々に対してこれはどういう目的があって、どういうふうな実用性があってとかさ、うん、皆さんがどう思いますかとか、こんな話一回もないよ。一回もなくて、ただ文案だけ作ってね、こんなやり方があるかって話ですよ。だから言ったらそうは違う。だから森木さん、事前でこういう話が持ち上がっていて、私は相談に行きますから、ただそこで、文案といいましょうか、文書が出てこない限りは叩き材料として、意見僕らも交わしきれないですよね、それがおそらくできてくるはずですよと、でできた時には皆さんにもお挙げしながら、まずご検討いただけないですかねということでお話を申し上げましたが、ただ、森幸さんの委員のお話だと、何もあの文案から先じゃないでしょうと、まずはやるかやらないかを審議して載せてから、それからが文案じゃないですかというようなお話をいただきました。それで私の方も、あ、そうなのかなと思って、こう協議の前でしたので、あのやり取りは、それで協議をいたしました。で先ほどお話した通り、じゃあ出すべきでしょうとか、いわこう副所委員長、あの叩き台を作ってくださいというものですから作りました。そこで、金城さんにも森尾さんにも、できました、あの森幸さんからそういうふうに言われ方しましたが、どうしましょうかということも申し上げましたが、それで、まあできたのでということで、あの事務局の皆さんもそうなんですが、あのファックスでもお送りして、それからお持ちもしました。で持っていった会派、それから持っていかない会派、不公平になるとも困りますからということで、自民党さんにもお持ちをいたしました。で今がそういう経過ではあるんですよ、はい、ですからね、はい、ここで全会一致でその新たな議案を作ってやろうとするときに、この議案そのもの自体の持つ意味とか、これによってどういうような効果があるのか、で現状どうなっているのかというのを含めて、それぞれが、それが向こうの立場、我々の立場、はいはい、それぞれの立場、うん、だからこの決議をする、これを出すものにどういうふうな意味があるのかって、それぞれお互い確認しちゃった上で、これはやっぱり立場は違いを超えても、この議題としてそこに取り上げてね、これは軍徳で、やるべきでしょうねという形で意見が一致していたら、それはそれでいいんですよ、うんうんうん、でそれはそういうこともやらないでね、勝手にこう案文作ってさ、これを先にやってさ、これを議題にここに載せようっていうのは、ですからこれはおかしな話でしょうということ、ですから言われた通り、言われた通りではおかしいですが、言われた文については、ああそうなのかなということで、私自身もじゃあ文案より先にじゃあやるかやらないかをまず審議すべきでしょうとおっしゃるもんですから、まず今日はそれであのそういう話をさせていただきました。それで
まあ、さっき申し上げた通り何も打席材料がないことに話し進むんでしょうということがあったもんですからね、それは勇み足だったかなと思いしますが、勇み足では通らないんですよ、はい、だからきちんとこれはやるべき手順を踏みながらやるんです、先からは何一方的に数が多ければ案を作ってたこの胸やるという、こんな話があるか、そういうことは言ってないですよ、しっかり、はい、どうぞ。まあ、今高江ではですね、その住民地域にその近いところでオスプレイパッドが今作られようとしているわけですよ。で私も現場行きました。で私は、まあ、普天間飛行場の近くに住んでますから、オスプレイの音のひどさをよく理解しているつもりです。でそういう中で今作られようとしていることにね、私たち高江住民からそういう要請が来ているので、ここはその議会でお分かりをして、こういうことをしたらどうかという意味でね、決議文をその議会でも採決すべきじゃないかということで、委員長にはそういうことを申し入れたわけですよ。ですから審議の対象になっていないので、今日は議題に挙げていただいて、皆さんが剣道の話をされるんだったらそれはそれで構いません。そういうことも含めてね、まず高江現場でこういう状況があって、住民からその何とかしてほしいという声が上がってますので、ここは一つ議題に挙げて、みんなで議論をすればいいんじゃないですか。当局にも聞いて、それをお願いしたいんですよ。どうでしょうかね。ですから、ですからこれね、この問題はですね、広大な米軍基地を返還するという前提で今そういうふうなものが行われているわけですよね。あれ相当の大きな米軍基地を整理縮小で返還をしていくというこのことで、まあ反対する方々はそれはいいですよ。それでね、でこれは県が、いやこれは反対も秩序あるような反対してくださいって文書で投げてあるんですよ。でこれ強行じゃない、これが秩序あるような反対やってれば普通にその仕事をするわけでしょ。普通に仕事をするんですよ。強行でも何でもないですよ。だから県はそういう形でこういうことしなさんなって言って反対の方々にも文書を出してやってる工事ですよ。これを一方的にこういうふうなことでこれはけしからんって言って議会がさ取り上げる。だから私が言ってるように、それぞれの立場事情があるから、きちっと水面下でそういう話し合いした上でテーブルに置いてくださいっていうのはこの意味ですよ。これを選んでこの案文作ってさ、これできないのそれだってこんな話が通るか。海保さんどうぞ。はい、海保さんどうぞ。このテリア委員のいうお話もよくわかるんですけど、我々この前選挙で立ち上がった時期だけにね、沖縄県民の平和と安全を守るのが県議ですと、特に女性暴行殺人事件もあったから、我々その絶対こういうことは許さんぞと、基地あるがゆえの不幸を許さんぞということで有権者に訴えて勝ち抜いてきているわけですね。だから辺の高江の問題についても、これが出始めた時から水亀の問題の時から私はずっと反対をしてきて、私は同僚議員は分かると思うんだけど、これね、やはり選挙で訴えただけあって、我々も率先してどうすれば県民の願いに応えることができるかというのがやっぱりこの議会の責務だと思う。だからそれであれば我々は与党から出しているわけだから、野党の皆さん方もやっぱり一緒になってね、考えようじゃないかという前向きな検討するのが僕は本来の筋だと思うんですよ。与党の方が、案を出したからこれ一方的に勝手にやってるのかみたいなのは受け取らない方がいいと思う。終わり。いや、いいですよ、言っておきますよ。これは返還決まってるんですよね。で反対する方々気持ち分かりますよね。まあそれはいいですよ。で県もこれは地上あれ反対運動しなさいって言って、この片付けなさいというこの文書が出すわけでしょ。で我々基地の整理縮小ですよ、これだけの広大な土地が返ってくるというこの現実ですよね。で
こういう形で我々も一緒になって、はいはい、反対反対反対一緒だ。じゃあ我々国がアメリカ返すっていう基地を返還そのもの自体を我々阻止するという話ですか。だからこういうのも含めてね、これいろんな様々な難しい課題があるから、事前にきちっとそういうすり合わせた上でこういうテーブルに乗っけないとさ。ただ反対すればいいって話じゃないの。ちゃんと議事整理して。そう。あんた、あの、議題に乗っけたいという提案だから、各会派の意見聞いてもしてちょうだい。各会派の意見聞いてちょうだい。権利ここにいる。もう議論の中に入ってるから、議論入るならいいよ、それは。今言うように。中身入るならそれ入っていいが、議事整理はした方がいいんじゃないの。はい、議事整理してください、委員長。今の与党が言うように乗っけるか乗っけないかをまず各会派意見聞いてよろしいでしょうか。はい、承知しました。ではまずは自民党さん。自民党さん、休憩中ですよね。休憩中ですよ、お願いします。自民党はですね、この高江の基地の返還、あの沖縄県の基地の整理縮小という課題について非常にこれを何としても実現しないといけないということは持っております。で、まあ、今回の高江の件についてもですね、まあ、本来はそういうふうな形で沖縄県の基地の整理縮小というこの前提の中でお互いが調整をし合ってですね、こういうふうな意見書なりを考えるんであればいいけれども、もうこういうことをやらんで、一方的にですね、すでにその案文を作って、そこはもう、賛成多数でも やっていくよというふうな、そういう姿勢ではですね、この基地の整理縮小という分について、我々は責任を負えないというふうに思っておりますから、これは議題には挙げるべきではないと思っております。はい、それでは社民社代友連合の方は、ぜひ議題に投げてもらいたいと思いますが、まあ、理由はご承知のように高江ヘルパッド基地建設については今言われるように北部訓練場の過半の返還ではあるけれども、これがヘルパッド基地建設を建設するということが条件付されているので、まあ、このことが自然環境生活環境を含めて破壊されている。そしてオスプレイも含めてそこに、飛行するという状況になっていて、すごいこう住民に対する生活それから危険性を含めてあって、まあ、そしてまた過剰なる警備が、これから500人とも言われる全国から来るという意味では住民をそういう排除してというかね、強行していくことに対してね、深刻な事態になっているので、ぜひ、議題に挙げて全体で決議をしてもらえばですね、意見が反映できるのではないかと思ってますので、ぜひ議題に挙げてもらいたいと思います。沖縄会派さん。はい、まあ、先ほどテレビ議員からあったように、その確かに、過半を返還するということは、ね、いいことだと思うんですよ。ただそれが軽減になっているかというと、住民地域の近くにねヘリパッドを作って、今ここに、まあ、リュウビリもありますけれども住民生活に非常に過重な負担をかけるような状況になっているわけです。だからそこはお互いにやっぱりこうちゃんと地域の皆さんの声として、ね、受け止める必要があるんじゃないか。だからそこは議題に挙げて、ここはおかしいんじゃないの、これはいいとしてもこれはおかしいんじゃないのというのはやっぱりその審査の中で明らかにしていって、また政府に対しても過半の変化を認めるとしても、そのヘリパッド作るにしても、なぜ今あるものを使わないのかということも、ね、含めてお互いが議論でき、まあ、審査の中で議論できればいいのかなと。だからこれはぜひ挙げていただきたいなと思います。共産党会派さん。この北部訓練場の今のヘリパッド建設というのはですね、最初防衛省が違うと言ってましたけど、オスプレイなんですよ。オスプレイというのは県議会でもね、配備反対撤回の決議も挙げていますけれども、実際はオスプレイだったというのが明らかになっていますし、今オスプレイの夜間飛行で子どもたちが眠れなくて学校を休むという事態も起こっているからね。でこれ以上の基地の建設は、ね、絶対させてはならないと。そしてこともあろうに全国から警察官を大量に動員して
選挙の投開票日の翌日にね、こういうことをやるということはね、もう沖縄県民をないがしろにするものでね、ここで県議会が県民の意思を明確に示さないところはね、いけないと思いますね。そういう意味でぜひ議題に挙げて、僕はぜひみんなで議論して、ぜひ全会一致で決議が挙げられるようにいただきたいと思います。ぜひ議題に挙げてください。はい、公明委員会さんお願いします。うん、議会というのは議論の場ですから、そういう提案があれば議題に挙げて、それぞれの立場からいろいろ議論を交わし深めていくということは必要でしょう。そういう意味では、後で議論がするとして議題に挙げることについてはいいと思います。はい、維新の答え。議題に挙げることは構わないと、これは議論する場所ですのでしっかりとやるべきでしょうし、県の対応がどうなのか含めて、今回高江ということでありますので、過剰警備と言われるんですけど、その警備の部分がどうなのかということも当局含めてですね、説明を聞く、議論するということは大事だと思ってますので、追加をしても構わないというふうに思います。ちょっとお待ちくださいね。今ご安静どうなるの。意見一致見ないですね。次は罰ですから、全会一致ではないので。ああそうか、全会一致じゃないと議題として挙げられないわけだ。そういうことか。よろしいですか。うん、で調整委員長、全会一致を見ないことには議題として取り扱いできないというようなことですので、自民さん今お聞きして どうでしょう。もう一度考え直して議題に乗せて、審議を尽くすということには。ちょっと休憩してください。休憩中です今。委員長、ね、はいはい、だから最初に言ったでしょ。私はこんなことになるんですよ。だからこういうやり方するから、その前の意見書もそうですよ。うんうん、うん、でこれ皆さん方はね、最初からこれ賛成多数で議員提案でもいいからこれでやるという前提でやるから、こういうふうなことになるわけさ。本当にこの今高屋の状況がどういう状況で、この基地の整理縮小がどういうふうなことでって言って、お互いが本当に真摯に話し合ってですね、じゃあこの件どうするかということだったら、当然これ議題に乗りますよ。そういうことも やらんでですね、いけないこういうふうな場所にこう持ってこられても、どうやって我々がやるんですか。そのまま賛成多数でやってもいいという私自身はですから、まずは中身これ入る前にやるかやらないかから審議すべきでしょうとおっしゃったもんですから、さあ どういうふうに進めましょうかねと。努力したということだけは話しているので、とりあえずは軍徳の中でさ、やっぱこう議論をしないと。森君が言うように、そうなると我々市民で軍徳で議論をしないと、ね、いきなり本会議でさ議論することよくないと思うわけよ。だからそこは含めてね、議題に挙げてもらってさ、我々軍とこの中でね、やっぱ議論を尽くした上で、議論でもし全会一致になればいいことであって、意見が違えばまた提示に従ってやるしかないので、そこは最初からっていうかね、議論もしないで議題に載せないということをまずいと思うので、ぜひ再考をお願いをしてね、軍とこで議論をしたらいかがかなと思うんです。そしたら考え直してもらえばと思いますがね、そこは決議文からあんまりあくまでもまだ決まってるじゃないですか。もし一呼吸休憩中ね。休憩中ですよ今。なんでこれ全会一致じゃないと議論できないというのはどういう意味ね。議題に挙げられない。議題として挙げられない。議題に挙げられない。全会一致じゃないとね。議題としては。いや、じゃあ例えばこういうのが出てるって言って、これケツ取るか取らないかは別にしといて、それは最後の問題だから、そういうのも上がってるから、それについて県の考え方とかどうかっていうのを質疑やるということもできないの。それはやっていいんじゃないの。やってって最後にどうするかっていうやつはいろんな意見やって、扱わないなら扱わない、扱うなら扱うでやればいいんじゃないの。質疑も全然進まさ、
できるわけじゃないんだ。そうだって。でも逆に議題に載せないと無理なんですよ。無理なんですよ。無理は。はい。ですね。はい。だから議題に載せてもらうってことしないと、交換は消さ、ここは。もうここはその意見がちょっと合わないので、休憩でそのまま置いといて、審議をしましょう、陳情の。で、高野からもいろいろこう議論出てるので、陳情出てるので。ですから、12時までに出さないといけないということらしいんです。いや、だからそこは、いいさ、だから途中でまた休憩すればいいんだよ。いやいや、はっきりさせてください。なんでこの中途半端なこと、それを優先してやってるわけでしょ、今。そうですね。優先する。はい。ここからのからよかった。おっしゃる通り、優先。なんで議員提案出てくるでしょ、本会議で。それは。ですから、だ少し事務局から、その中で最初からそういう考え方でやってるんでやって、皆さん方は。違うよ。そうじゃないですよ。違うよ。ちゃんと議論しようという話をしてる。そういうことでやりながら議論するって話じゃなくて、こんな石でやりながらまた我々が教育したらまた、こんな石からにやり方がある？大変すみません、今、課長の説明ですと、議案に挙げる分については、多数でも構わないということのようでして、全会一致、必ずしも全会一致でなくてもいいということなのですが。そうだよ。いや、そうだけどさ、基本的にはね、こういう議題でさ、こうやりますよというものは、全会一致でこれテーブルのっけで やるというのが筋さ。違う。それはあんた、賛成、あんた言ってこって。委員長整理して、さっき、あんた、みんなの意見聞いて。確認できました、大丈夫ですか。じゃあ、委員長、ちょっと待って。はいはいはい。いえ、もう少し、もう少しじゃあ、ちょっと休憩して、ね、少し時間取って、はい、わかりました。休憩して、じゃあ、会派調整、お願いしましょうか、じゃあ、少し。15分程度です。10分 ?15 分ぐらい。15分ぐらい。すみません、じゃあ、どっか別として。